じめまして、早稲田幼稚舎から通っている生粋の早稲田ボーイです。今まで行った国はベルギー、フランス、イタリア、パプアニューギニア、エルサルバトル、コートジボワール、台湾、ちょっと数えきれないですね。よろしくお願いします。すげえ。そうなんだ、すごい。お、うまそうな油そばのお店あんじゃん。俺らの出会いに乾杯してさ、一杯、ってかね。いいね、めっちゃうまそうな匂いするもん。油そば？それよりもさ、美味しいフレンチしてるからさ、そこ行こうよ。でも匂い嗅いでたらお腹いっぱいになってきたわ。だから大丈夫。それよりさ、俺の家行かない？あ、そうだね、お家行こうぜ。お邪魔します。お邪魔します。いらっしゃい。よく来てくれたね。まあ、入んなよ。うわ、すげえ。こんなん漫画でしか見たことねえよ。いや、立派なお家に住んでらっしゃるんですね。すごいですね。まあ、私も大学に入るのに急労したからね。息子には苦労させたくないなと思ってエスカレーター式の学校に入れたんだよ。まあ私は加齢した人生を送ってきたけどね。そうだったんですね。大変大変だったんですね。それより息子が友達を呼んでくれたのは初めてなんだ。僕の自慢の友達だからね。まあお小遣いあげるから君たち外で遊んできなよ。すげえ。うわ、初めてこんな大金見た。少な。まあいいや、みんなでカラオケでも行こう。受験あるある、受験あるある、みんな口揃えて俺は受かる。受験あるある、受験あるある。じゃあちょっとトイレ行ってくるね。俺あいつとは全然価値観が合わねえよ。こっち汗水さらして学費まで稼いでんのにさ、あいつは楽して親から金もらってさ。いや実は俺もそう思ったんだよね。あいつさ、俺たちの ATM にしちゃう。お前さ、そういうこと。いえいえいえ。スイレンの花のように朝日に向け今日も。そろそろ時間だし帰ろっか。あー、ごめん、俺さ財布忘れちゃったから今日屋根付け払ってもらえる？あーやべえ、俺も今日財布忘れちゃった。ごめんやねすけ。まあ仕方ないな、洗うよ。彼はコアラのマーチの転売で大金を稼ぎ、以前とは見た目も暮らしぶりも変わっているというタワーマンションに住んでいる彼を訪ねてみた。ようこそ。お金を持ったことによってあからさまに変化した生活水準、そしてスタッフに対してこんな計らいまで。景気づけにシャンパンでも飲みますか。ああ座ってよ。ルネスタンス。見るからに豪奢な暮らしぶりだが、彼は一体コアラのマーチの転売でいくら稼いだのだろうか。この子が頑張ってくれたからさ、880万。乾杯。なんと彼がこのデマで稼いだ金額は880万円。高値転売をすることに彼は罪悪感を感じないのだろうか。情報社会、すなわち情報の価値が高ければ高い社会ほど僕のデマも価値を帯びていくのさ。むしろ誇らしげだった。情報の芸術。
何もかもが順調に思われた矢先、彼のもとにとんでもないニュースが舞い込んだ。高値転売を禁止する政令改正を閣議決定。速報です。高値転売を禁止とする政令改正が閣議決定されました。違反した場合は無期懲役。なんだって。パトカーのサイレンだ。捕まる捕まる。おい何撮ってんだよお前。やめろ。ついてくんなよ。ついてくんなよ。やめろ。ついてくんな。終わった。この後、彼とは数ヶ月間の間連絡が取れなくなり、取材は困難に思え。いやー、ゲーセンめっちゃ楽しかったな。ね、マジそれだわ。なんか喉渇いてきたな。確かになー。コーラ飲みたくない？あー、確かにコーラ飲みたい。あー、まあでも、金ねえからな。あ、じゃあ俺買ってくるから。うん、二人待ってて。つかさ、こんな細々と払ってもらってもしょうがないからさ、俺、学費分請求するわ。マジで？さすがにヤバくね？ ATM に情けはねえんだよ。マジか。お待たせ。遅えよ。遅えな。あー、うめえ。マジうめえわ。あー、冷えてんね。じゃあ俺そろそろ帰るわ。じゃあ、じゃあね。バイバイ。話なんだけどさ、座ってくんね。いや、ねすけさ、ちょっと一つ頼みあんだけどさ。え、何？実は俺さ、学費払う貯金なくなっちゃってさ、ちょっと貸してほしいんだよね。いや、それはちょっと。なあ、俺ら友達だろ。大学で俺いなくなったらお前どうすんの？たかがうん十万円で友達失いたくないだろ。分かったよ。ありがとう。お前は一生友達だよ。これで学費振り込むか。しかし、取材班の懸命な捜索活動により彼の居場所を特定した。大輔さん、大輔さんですよね。何もしない。何もしない。何もしない。取らないでください。取らないでください。大輔さん、取らないでください。やめてください。邪魔だよ。やめてください。取らないでください。もう私が言う。私が言う。ほら、ほら、ほら、お前。あなたのせいでね、コアラのマーチが大変なことになってるんですよ今。私、コアラのマーチ知らない。コアラのマーチ知らない。彼に今の気持ちを尋ねてみた。地獄見た。あれが地獄見たんでした。止め地面を全部失った。出馬様に絶対。出馬様に絶対。近いっす、近いっす。出馬様に絶対。やばいやばい。出馬様に絶対。出馬様に絶対。マジあいつちょろいんだけど。警察だ。お前は警察だ。通貨偽造の罪でお前を逮捕する。え、なんで。いいから来い。まだ来たくない。豚箱には行かないぞ俺は。来い。くそ、おとなしくしろ。豚箱には行きたくない。来い。やめろ。来い。くれろ。実はあの時カラオケで僕を ATM にするという話を盗み聞きしていた。こいつら絶対許さないからな。僕のことを騙すからこうなるんだよ。ザラミラ。ハッピー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 、みんなで make a good ride。 洗濯物みたいなワイナーハッテー。マッピーマッピー、息子で一儲け。お小遣いはなしのブラックなハッテー。